どうも、石川です。はい、これより登録販売者、過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東北ブロックの6件ございますね。そちらの2020年度の問い81から90までの過去問について解説を始めていきたいと思いますので、準備まだできてない方はですね、下の概要欄から過去問ダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。それでは早速始めていきましょう。はい。では、問い81番です。はい。こちら、生物由来製品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかという問題です。はい、こちら第4章に関する内容ですね。はい、ここから第4章、内容入ってきますので、皆様しっかりとですね、ここ何度も何度も間違えたとこ繰り返しできるようにしていきましょうね。はい、では答え早速、見ていきますと、こちらはですね、5番が正解となります。はい、5番 ABC は正解ですね。特に A、あの生物由来製品は厚生労働大臣が薬事食品衛生審議会の意見を聞いて指定するというところ、特にこの厚生労働大臣が、例えば都道府県知事と引っ掛けてきたりすることもありますし、それから薬事食品衛生審議会を他の、ところで引っ掛けてくることもございますので、この2箇所ですね、特に気をつけていただきたいと思います。さらに生物由来製品に関しては、こちらちょっとホワイトボードに書かせていただきました。保健衛生上特別の注意を要するものが生物由来製品です。特に、生物由来の原材料が用いられて、そして、保健衛生上特別の注意が要するものというところが特に重要となりますので、合わせてこの B の内容もですね、押さえておいていただきたいと思います。はい、そして Cですね、ここは大丈夫かなと思いますし、そして D ですね、ここが違いますね。化粧品及び医療機器は生物由来製品の指定の対象とならないとありますけど、なりますね。生物由来製品、医薬品になっているもの、それから医療機器になっているものが現在ね、世の中には販売されております。そして化粧品、それから、ここには書いてありませんけど、医薬部外品ですね。そのあたりはですね、化粧品と医薬部外品に関しては、まだ世の中には、出てきておりませんので、ただ、今後なる可能性もありますので、そういったものは含んできます。そして今回ここではですね、化粧品と医療機器、生物由来製品の指定の対象とはなっておりますので、D ですね。D は、誤りとなります。はい、ということで問い81は5番が正解でした。では次、問い82番です。医薬品医療機器等法第2条1個の医薬品の定義と範囲に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B 正解ですね。そして C、 日本薬局法主催されている医薬品には一般用医薬品として販売されているものはないようありますね。例えば何ですかね、消毒用エタノールとか白色ワセリンとか、そういったものが該当してきますので、C は誤りとなります。そして D、人の疾病の治療に使用されることが目的とされている衛生用品は医薬品に該当するとありますけど、そういった衛生用品は該当してきませんので、 D は誤りとなります。ということで問い82は1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い82番です。次の記述は要指導医薬品に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、答えはこちらは3番が正解となります。B と D が正解ですね。そして A、 どこが違うかということで、要指導医薬品とは効能及び効果において人体に対する作用が著しいものであって、適正使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要なものと書いてありますね。で、まず最初のところですね、人体に対する作用が著しい、ね、著しくなってしまうと困りますので、著しくないものというところになります。なので、ここ、要指導医薬品ですね。A は誤りとなります。あとは特に気をつけておいていただきたいのは、対面というキーワードね。このあたり、要指導医薬品は対面によるですね、指導をしなくてはいけないということがありますので、このあたりもですね、見逃さないようにキーワード、言葉、注意しておいてくださいね。はい、そして今度は、B は正解。そして C、
店舗販売業及び配置販売業は、要指導医薬品の販売が認められているとありますけど、C、誤りですね。どこだかというと、こちら、配置販売業は、要指導医薬品は販売できませんので、ここのところ、十分に気をつけておいてください。はい、ということで、こちら、問い83番は、3番が正解となりました。では次、問い84番です。次の記述は、毒薬または劇薬に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、問い84番は、答えは、3番が正解となります。はい、B と C ですね。じゃあまず、A、業務上、劇薬を取り扱うものは、劇薬を他のものと区別して、鍵を施して、貯蔵陳列しなければならない。とありますけど、確かに劇薬鍵をかけても OK です。ただかけなくてもいいんですよ。どっちでもいいです。そして、こちら毒薬であれば絶対に鍵をかけなければならないというところでは、ここ例えば、記述が毒薬に関する内容であれば、こちら A は正解となりますね。で、劇薬に関しては鍵をかけてもかけなくてもどっちでも OK でしたということで、 A は誤り。そして B、ここ何時に何枠何時大丈夫でしょうか。一応前にちょっとですね、ホワイトボードにも書かせていただきました。はい、まずは毒薬についてですね。毒薬については黒字に白枠、白字で品名と毒という文字が必要になってきます。そして劇薬に関しては白字に赤枠、赤字で品名、劇という文字が必要になりますので、こういったところですね、間違いやすいですよね。文字だと間違いやすいので、ね、まあ、今回ですね、ちょっとこう、ホワイトボードの都合上ですね、このような文字書かせていただいておりますけど、皆様このあたりはですね、ぜひぜひ絵を使いながらイメージで覚えていただくといいかなと思いますので、なので、このあたりはですね、ぜひぜひ皆様、受験対策講座の方でですね、お話をしておりますので、そちらもご覧いただくといいかなと思います。はい、ということで、このあたりですね、もう一度復習しておきましょう。はい、そしてですね、今度は D ですね。 D どこが違うかということで、毒薬または劇薬を18歳未満のものとありますけど、18歳ではなく14歳ですね、14歳ね、14歳というところ間違えないようにしておいてください。14歳未満のものとなりますので、こちらD は誤り。ということで、問い84は3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い85番です。医薬品の添付文書、容器など、または、外箱などへの記載事項に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらは答えは3番が正解となります。はい、まず A は正解ですね。そして B だけが違いますね。医薬品の法定表示事項は法文を原則とするが、海外で製造された医薬品はその限りではないと、この限りではないとありますけど、そんなことはありません。海外で作られたものでもですね、しっかりと法文、日本語で書かなければなりませんので、B は誤りとなりまして、問い85は3番が正解となりました。はい、では次、問い86番です。次の記述は医薬部外品に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかということで、答えはこちらは2番が正解となります。 A と C が正解ですね。はい、じゃあ B どこが違うかというと、吐き気、その他の不快感または口臭もしくは体臭の防止などの目的のために使用されるものであり、機械器具等を含むではないですね。機械器具等は含みませんので、 B は誤りとなります。そして D、ネズミ、ハエ、その他、これらに類する生物の防除のために使用される製品については、直接の容器または秘宝に指定医薬部外品と表示しなければならないとありますけど、指定医薬部外品じゃなくて、防除用の医薬部外品という形で書かなければなりませんので、D は誤り。ちなみに指定医薬部外品というのは、昔医薬品だった経験があるものが、今現在医薬部外品になっているものは、指定医薬部外品というような形で表記されておりますので、そんなところですね、ぜひぜひ、コンビニエンスストアだったりとかドラッグストアとかで、実際に目で見て確認していただくと一番いいかなと思います。はい、では問い86は2番が正解となりました。
では次行きましょう。問い87番です。はい、答えは4番が正解となります。はい、B なんですけど、こちらはですね、保険機能食品などの食品に関する問題ですよね。そして、機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の個別の許可を取得することが必要ですよとありますけど、機能性表示食品は、こちらは消費者庁長官の個別の許可を取得する必要はございません。ね、なのでそのあたりが誤りとなりますので B は誤りですね。ということで問い87は4番が正解となりました。特に、この保険機能食品などの食品に関する問題はですね、ややこしいところが多いので、しっかりと読み込んでどこで引っ掛けてくるのかなとかっていうのをですね、意識しながら問題を、解いていただきたいなと思います。はい、では次行きましょう。問い88番です。はい、答えはちょっと文章読みましょうね。次の1から5で示される栄養機能食品に含まれる栄養成分のうち、妊娠3ヶ月以内または妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないように注意してくださいの注意喚起の表示が必須なものはどれでしょうかということで、はい、こちらは答えは2番となりますね。なんか妊婦って出てきたので、皆さんこうピー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 っと来て、ああそうだ、ビタミン A だなと思っていただくと一番いいです。ちなみにビタミン A、 妊婦さんにどのように気をつけなくちゃいけないかというところでは、第3章で、数字が出てきたと思いますので、ちょっとここホワイトボードで確認していきます。ビタミン A、レチノールとも呼ばれておりましたね。で、そんなビタミン A はですね、過剰摂取に気をつけなくちゃいけない。なぜかというと、妊婦さんですね、生まれてきた赤ちゃんが、先天的な異常が出てきてしまった過去がありますので、注意事項があります。なので、まずはですね、4000国産単位以上にならないようにですね、過剰摂取注意が、されております。そして、1万国産単位以上になりますと、こちら、生まれてきた赤ちゃんがですね、先天性な異常ね、再帰形成などが出てきてしまったという報告がありますので、このあたりの数値しっかりと押さえておきましょう。はい、よろしいでしょうか。ということで、問い88は2番が正解となりました。では次、問い89番です。次の記述は販売従事登録に関するものである。正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A、B です。登録販売者の住所地に変更を生じたときは、都道府県知事に届け出なければならないよとありますけど、住所地に変更があっても別に届ける必要はございません。本籍地都道府県名に変更があった場合ですね、本籍地都道府県名に変更があった場合はですね、届けなければなりませんので、B は誤りとなります。なので住所地なのか本籍地なのかというところ違いますよね、そこをしっかりと見極めておきましょう。はい、そして D です。登録販売者が死亡または失踪の宣告を受けたときには、戸籍法によるですね、死亡または失踪の、届け義務者はですね、10日以内にと書いてありますけど、10日以内ではなく、こちらは30日以内となりますので、D は誤りとなります。ということで答えは2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い90番です。店舗販売業に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えはですね、4番が正解となります。はい、A と B は正解ですね。そして C だけが違いますよね。店舗管理者が薬剤師の場合は、要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品を販売することができるよとありますけど、こちら、店舗管理者が薬剤師の場合ですね、ここ、要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品の販売すること、これはできませんので、例えば、医療用医薬品とかがですね、店舗販売業では、販売することはできませんでしたので、C は誤りとなります。はい、ということで、問い90番は4番が正解となりました。はい、ここまで大丈夫だったでしょうか。第4章入りました。ちょっと難しいところも少しずつ増えてきましたね。しっかりとですね、復習していただきたいと思います。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、LINE アットなどに登録していただきますと、試験の情報、それから、質問などもお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということでここまで皆さん動画を見ていただきましてありがとうございました。